なんだなんだ。え、なになんか逮捕される私。なんて言ったって今日はポケモン登録日和のと。ポケモン登録日和？なんだそれ。なんかここ、部屋が光よるし自分の。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。お、ジーノさんからの通信だろ。ジガルデコアをまた一つ回収したようですわね。コアの覚えている技はジガルデキューブに記憶され、いつでも何でもジガルデに覚えさせられるのよ。すべてあなたの思うがまま、ボーヌシャンス。てか、そういえば前に言おったあのジガルデのっていうのは一体どこに行けばいいんやろ。結局わからんまんまやったな。お、あゆな、よく寝てたわね。お、誰か来た。は、いや、ピンポン押してから入ってくるの早くね。アローラー、誰か判断する前に入ってきたよね。潮風に誘われ遊びに来たよ。なにゃー。お、めっちゃ輝いてやん。おお、関東のニュース、小判キラキラだ。あ、そっかそっか、アローラは違うもんね。アローラのニュースは小判キラキラじゃないんか。ようやくポケモン勝負でじいちゃんの本気を引き出してさ、ご褒美にいろいろもらってからアイナにも分けてあげる。なになに。アイナはジュナイパー Z を手に入れた。なにそれ。アイナはジュナイパー Z を Z クリスタルポケットにしまった。アイナはガオガエン Z を手に入れた。あ、あーなるほど、ジュナイパーってあれか、草タイプのやつ。え、でもね、ジュナイパーとガオガエン持ってないんだけど。アイナもパワーアップだね。ハウ君ありがとうね。ねえねえ、関東って遠い？遠いよ、きっと。そうね。遠いといえば遠いけど、行こうと思えばいつだって行けるわよ。よーし、決めた。もっともっと強くなって、ポケモンと世界を旅しよう。で、リリエや父ちゃんに会いに行くんだ。お父さん？そういえば聞いたことないよね。うん、父ちゃん。強いトレーナーだったけど、シマキングの息子って言われるの、大変だったらしくてさ。アローラ離れて仕事してる。バトルツリーで鍛えて、アユナに勝利して、チャンピオンをお土産にしよう。ハウ君、バトルツリーって何？コニ島の奥の奥、島巡りをこなした人や、それに相当する強さのポケモントレーナーが競い合う場所があるんだって。へぇー。アユナ、ポケモンリーグで最高の勝負をしようね。もう早速次の目標を見つけてるのね。そうよね。あなたチャンピオンだもの。みんなの挑戦を受けるのね。なにゃー。そっか、大変だな。今日すげー輝いてるね。どうしたにゃーす。すげー存在主張するやん。リリエちゃん、元気だといいわね。今頃関東でトレーナーの修行してたりするかも。大丈夫なんやろうか。誰、おじさん。ちょっと。君、アユナくん？うん、そうだけど。うん、とある人に頼まれてね。こいつを受け取っておくれ。アイナは怪しいカードを手に入れた。何、怖いんだけど。おじさんも怪しいし。アイナは怪しいカードを大切なものポケットにしまった。何が書かれているか調べてみるといいよ。くれぐれもこのことは他の人に内密にね。怖っ。何、なんかあのチンチクリな格好した人。怪しいカード、大切なものポケットって言ったっけ。ん？大切なポケットってどこ？ん？大切なものポケットとかなくない？フリースペース。あ、ここか、大切なもの。あったあった。怪しいカード。ん？アーカラ島八番道路のモーテル客室にて待つと書かれた謎のカード。アーカラ島八番道路。アーカラ島八番道路って、どこだ？ちげえ。アーカラ島八番道路。アーカラ島。もう島自体違うとこに行かんといかんのか。八番道路？八番道路ってどこよ。詳しいことは載ってないんかな。八番道路これや。さあ、向かおう。向かおう。ちゃんと言えてなかった。はい、到着。速攻で別の島に行けるんやけん、すごいよね。んで、なんて？どこに行くっつったっけ？モーテル客室にて待つ。
モーテル客室ってどれ？あ、モーテルね。客室。客室？なんかこの辺におるってことかな。じゃあここ入ってみよう。おる？誰か。あ、おったおった。いらっしゃったようです。誰？二人とも知らないんだけど。アイナくんだね。なんか刑事っぽいね。先ほどは華麗なる変装にて失礼しました。あ、この人だったのさっきの。ご足労いただいたこと、大変感謝します。私の名はハンサム。いわゆる国際警察です。ハンサム？名前がハンサム？名前負けしてんじゃないの？大丈夫？そしてこちらにおられるのは私のボス。国際警察？やっぱ刑事なんや。お会いできて光栄です。アローラ初のチャンピオン。この度はぶしつけのお呼び出し、失礼しました。私はリラと申します。国際警察特務機関、UB 対策本部部長です。え、偉い人やない。かっこいいね。なんか仕事できる女って感じ。早速だが一つ質問させていただきたい。君が UB パラサイトと接触したのは事実だろうか？ UB、ん？パラサイト。あれのことかな？ UB って何？ UB とはビースト。ウルトラビーストの略称。あ、ああ、そういうことね。我々とは異なる世界に住む未知の生命体のことです。あなたが接触したウツロイズもその一匹なのです。事実かどうかっていう前にさ、ウツロイドっていうことまで分かっとるやん。改めてお聞かせ願いたい。君はパラサイトこと、ウツロイドと接触しましたか？しました。なんだなんだ？え、なになんか逮捕される私。やはりそうでしたか。決まりだな、ボス。何？ここからお話しすることは機密事項。くれぐれも他言は控えるようお願いいたします。ルザミーネが引き起こした事件。あの時一時的に開いたウルトラホールから現れたのは、パラサイトだけではありません。パラサイト自体ももう一匹が確認され、その上さらに何種類かの UB の目撃証言もある。UB は世界の断りを超えた危険な存在。加えて、いずれも望まずしてこの世界に落とされてきた。警戒からとても攻撃的になっていると予測される。我々に課せられた任務は3つあります。1つ目は、未知なる UB の生態を調査すること。2つ目は、UB を警戒し、その危険から人々を守ること。3つ目は UB を保護、もしくは殲滅すること。保護と殲滅ってえらい違いだと思うけど、正反対じゃないの？もし UB たちがこの世界にあだなす害獣であれば、存在を消すよう、上層部に命令を受けているのだ。ですが、私もハンサムさんもそのようなことは望んでいない。UB であれ、一つの命、保護し、救いたいと考えています。だが UB の保護、言い換えると、捕獲は殲滅よりも手がかかる。だが我らはそれを成し遂げる戦力がない状態。長くなってしまいましたし、単刀直入に申し上げます。アローラのチャンピオンのあなたに、手を貸していただきたいのです。マジか、チャンピオンになった途端に大変なことに巻き込まれるんやな。アイナさん、我々のチームに入ってください。マジで私も警察、かっこいい。UB の保護任務にご協力をお願いいたします。え？どうかお願いします。私たちは UB を救いたい。それにはあなたの力がどうしても必要なのです。アイナさん、我々のチームに入ってください。UB で保護任務にご協力をお願いいたします。まあ、うん、そうするしかないんだろうな。引き受けていただけますか？ありがとうございます。では、ボス。わかっています、ハンサムさん。共に任務を遂行するための、念のためテストをしたいのです。アイナさん、私とお手合わせ願えませんか？お待ちしていますので、準備ができましたらお声掛けください。あ、全然大丈夫よ、私は。じゃあ、やりますか。あ、ライドポケモン呼び出そうとしてないよ、私。準備はよろしいんですね。それでは始めましょう。全力で来てくださって結構ですので。OK です。手加減はしないよ。ポケモントレーナーのリラが勝負を仕掛けてきた。もうたっぷり持っとるね。え、でも思うんやけどさ、いや、チャンピオンやけども、警察の人が一般人に負けるというのはどうかと思うんだけども。もう勝つこと前提で進めていきよるけど、お、効果抜群やん。
ということで、ゴーストダイブ。よし。イエーイ、攻撃もかわせるっていうね。ゴーストダイブ。はい、一発。効果は抜群だ。まあ、風鈴だもの相手。お、ムーマージ。ゴーストタイプの使い手ってこと？ってことは、ルナーラで楽勝ってことじゃない？ね、全体的に。ナイトバースト。ほら、効果抜群、あっという間。お、カビゴン。なんか急激にカビゴン来たぞ、なんか。じゃあとりあえず、そのままでいっか。さあ、来いよ。あ、効果なしとかがあるんか。じゃあ一応破壊光線で。当たらねえ。あ、待って待って待って、それ。ほら、効果抜群。ちょっと待って、ポケモン変えよう。ってことは何？誰が効果抜群だ？カイリキーか。よし。じゃあ、ルナーラ戻って。いっけ、カイリキー。よし、行くよ。おう。てか、あれやね。よし、クロスチョップ。本編をクリアしたのはいいんだけど、その後のストーリー、なんか結構しっかりしとるというか、ボーマンダ、ドラゴンタイプ？とりあえずそのままで様子を見てみよう。ドラゴンタイプよね。ドラゴン飛行とかそういう感じかな。炎とか入っとったりする？わからんね。Z パワー使うか。よし、行くよ。なんか結構緊張感のある、効果抜群やし。結構緊張感のあるストーリーやね。その後の話。リリエに会えたりとかせんのかな？最強怪力。全力無双撃裂剣。ねえ、この後なんか、ハウたちと一緒に冒険出かけたりとかさ。なんかリリエとさ、また再び会えたりとかしたら面白いのにね。さすがに関東地方までは行けんと思うけど。ちょ、待って、ピカチュウとかで行ったらいいんかな？多分飛行タイプ入っとると思うよね、空飛び寄るけん。これで入ってないとか言われたらどうしよう。さあ行け、ピカチュウ、10万ボルト。あ、効果抜群じゃない。ってことは飛行タイプ入ってないんか。お、マニューラ。マニューラということは？ん、とりあえずそのまま行こう。そのまま行こう。どうせレベル100やし、ピカチュウ。いけるでしょう。うわ、プレッシャー。よし、行くよ。ピカチュウ、10万ボルト。悪タイプってことは、同じ悪タイプ効果抜群やったっけ？うわ、やべえ。結構な感じで体力減ったんだけど。10万ボルト。よし、オッケー。なるほどね。何、なるほどって。ありがとうございました。これでテストは終了。問題がないどころか、素晴らしい腕前です。ありがとう。どうかこれからよろしくお願いいたしますね。これでアユナ君も晴れて我々チームのメンバーだ。よし、早速任務開始といこう。私とボスは UB の情報を集めに向かう。君はエーテルパラダイスのシークレットラボに行ってほしい。エーテルパラダイスか。そこで我々のもう一人の協力者、エーテル財団副支部長のビッケさんに会っていただけますか？おお、協力者なんや。詳しい要件は彼女に聞く方が早い。頼んだぞ、アユナ君。まあ、もともと味方っぽい感じやったもんね、ビッケさん。ってことで、なるほど、クリア後のストーリーでは私は警察になるのね。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は
概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。